プロフィールからご紹介しましょう。チャンピオンです。ザ・ハジェット、レオナというニックネームを持っています。チャールズ・ブルーワー。ホームタウンはアメリカ・ペンシルバニア州フィラデルフィア。年齢は29歳です。職業はコンピュータープログラマーという変わり種のチャンピオンです。89年にプロデビュー後、アメリカの東海岸を主戦場に連勝を重ねました。96年にフランク・ローズを判定で破り、全米スーパーミドル級タイトルを取り、世界を狙えるところに上がってきました。そして昨年、ゲリー・バラードに5回 TKO 勝ち、ロイ・ジョーンズが返上し、9位となっていました IBF 世界スーパーミドル級タイトルを獲得しました。今回が4度目の防衛戦です。戦績は37戦32勝5敗、32勝のうち22の KO 勝ちがあります。そして挑戦者です。ソウル、バルセロナ、アトランタオリンピック連続出場の技巧派ボクサーです。スベン・オットケ。ホームタウンはドイツ・ベルリン。年齢は31歳です。アマチュア時代に286勝44敗の戦績を残し、うち国内王者に11度、欧州王者には2度輝いています。そして97年3月にプロデビュー。9ヶ月後にアリ・サイディに10回判定勝ち、ドイツライトヘビー級タイトルを取り、今年5月にはアスビル・ボイノビッチに判定勝ちしまして、 WBC インターナショナルライトヘビー級タイトルを取りました。今回地元で初の世界戦となります。戦績は12戦全勝、12勝のうち1つの KO 勝ちがあります。はい、チャンピオンが敵地ドイツに乗り込みます。はい、ジョーさん、このチャンピオンブルーワーはですね、放送としてはまあ前々回になるんですけれども、はい、放送をいたしました。で、防衛いたしまして、もうすでにその時にこのオットケと戦うことが決まってたんですよね。そうなんですね。まあドイツでですね、アメリカ人同士がタイトルマッチをやった、はい、ただしその勝者はこのオットケと戦うっていう前提条件のもとにそれを行われたんですね。だから約束のこの試合をですね、まあほっとけなかったんですね。はい、もう来ましたね。もう来ました。先生のジャブがありましたので、さあ早速参りたいと思います。はい、この試合ですね、10月24日です。ドイツデュッセルドルフのフィリップスバレで行われました試合です。この試合ハイライトでご覧いただきます。どうぞ。Der Herausforderer im Kampf um die IBF-Krone im Supermittelgewicht, geboren am 3.6.67, brachte er beim gestrigen Wiegen 76 Kilogramm. Seine makellose Kampfbilanz, 12-mal stieg er als Profi in den Ring, 12-mal verließ er ihn als Sieger. Er will sie nutzen, die Chance seines Lebens ausfüllen in der Mordecke. Das Phantom, Sven Opke! 挑戦者です。ランキングは4位、スベン・オットケです。地元ドイツの選手です。In der roten Ecke der Titelverteidiger Charles Brewer, wurde am 15. Oktober 69 in Philadelphia geboren. Beim gestrigen Wiegen ging er ans Limit und brachte 76,2 Kilogramm. Seine Profibilanz: 37 Kämpfe, 32 Siege, 22 Mal durch K.O. Aus Philadelphia, Pennsylvania, der Titelverteidiger, der IBF Super Middleweight Champion of the World, Charles the Hatchet Brewer. Champion Charles Brewer です。今回が4度目の防衛戦になります。両者とも前回同じ会場で戦っています。したがって両者とも2ヶ月のインターバルです。さあ両者が顔を合わせました。 IBF 世界スーパーミドル級のタイトルマッチです。さあ浜さん、突然のワンポイントをお願いします。まあ、この挑戦者オットケの KO を見るとワンKOなんですね。そうですね。全勝 1KO というのはおそらく上手い選手で相手にやりにくさがあると思うんですね。そのやりにくい相手に対してチャンピオンのブルーは一発の強打見たいところですね。そうですか。さあどういった戦いになりますか。レフリーはランディ・ニューマンです。アメリカからこのレフリーも乗り込んでまいりました。そして IBF ルールです。スタンディングカウントありませんね。すりなくなるのも適用なし、はい、そしてどのラウンドもですね、そのゴングにラウンドバイゴングに救われないということですね。はい、さあ試合が始まりました。 IBF 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、やりを出していきます。黒のトランクスが挑戦者のオットケです。地元ドイツの選手。
そして赤と白のトランクス、こちらがチャンピオンのブルーワーです。今回が4度目の防衛戦になります。38戦目のプロのキャリアです。 KO 率はおよそ、まあ、60%、 正確には 59% になります。チャンピオンのブルーワーはいい体してます ね、 そうですね。他にもパンチのありそうな左を出していきます。まあ、背中の筋肉、広背筋ですけどね、まあ、あのヒットマスっていうのが発達した、いかにも肉の手本っていう感じがしますね。そうですね。ウェイン、計量では168パウンド、リミットがチャンピオンのブルーは 76.2 キロです。一方の挑戦者、オットケはそれよりハーフパウンド、0.5 パウンド軽く上がりました、167.5 パウンド、75.97 キロです。左を出していきます。第1ラウンド、浜さん、しかし見た感じは一回りぐらいかなりはっきりと違いますね。随分違いますね、まあ、上背も違うし肩幅、筋力違う感じしますね。そうですね、まあ、もともと黒人選手というのはいい体してますからね、そしてパンチもある筋肉してますよね、はい。先ほどチャンピオンのチャールズ・ブルーは英語の表示は6フィートちょうどと出ていましたので183センチです。一方のオットケは5フィート8インチ173センチですから10センチの身長にして開きがあります。丁寧に左をついていきます。ブルーは、まあ、挑戦者のオットケはパンチ力なさそうな感じはしますけどね、はい、いいフォームしてますね。あ、そうですか。フォームはいいですよ。挑戦者、まずガードを高く顔面の前に持ってきています。左を出しました。だからポイントを取られにくいあのボクシングなんですよね。なるほどね。挑戦者、ホットケはオリンピック3大会連続出場しています。非常にガードが高いという評判です。スベン・ホットケ、まあ、オリンピックに3度続けて国内代表になるっていうのもですね、やはりアマチュアではその優れた実績ですね。そうですね。それからヨーロッパチャンピオンにも2度輝いていますこのスペン・オットケ。左をとにかくつきます。チャンピオンのブルーは赤のトランクス。よく左が出てますね、はい、左が出てますね、はい。このブルーアーが前々回のワーワーエキサイトマッチの放送になりました。おっと左、アントン・バード戦ご案内しました。そのアンダーカードでこのスベン・オットケは勝利を収めています。やり出しました。そこでゴムです。第1ラウンド終えています。 IBF 世界スーパーミドル級のタイトルマッチご覧いただいています。1ラウンド目、そのチャンピオンのブルーアーの左のジャブですね、はい、これを取りますね。さあ、そしてこのように、はい、お願いします。採点基準なんですけど、まず有効なクリニット、これが第一ですね、はい。その次にですね、まあ、攻撃を伴う構成、ただ前で押し込んでるだけじゃダメなんですね。手を出さない構成ですね。その次は防御技術、そしてリングジェネラルシップと言いますけど、ペース支配、はい、どちらがそのよりペースを支配しているか、そういうことで、できるだけ10対10をつけないで、僅差でも10対9をつけて振り分けるというのが世界的傾向です、はい。ダウン1度あると10対8、ダウン2度あると10対7、これがもう体力の採点基準ですね、はい。こちらが挑戦者コーナーです。ご覧のようにマイクを突っ込まれています、はい。この試合ではですね、そのラストラウンドのダウンでもですね、ゴングに救われない、エニーラウンドゴングに救われないって書いてありましたね、はい、そうですね。これの方が安全ルールなんですね。ははその理由を説明しますとですね、はい、実際ラストラウンド3分の前にノックアウトされてしまった、ところが10カウントがないためにこれはまあ判定負けになると、はい。そしたら普通ノックアウト負けだったら45日とか60日、その国によって違いますけど出場停止になりますね、それなしに、そのあるいは1ヶ月後ぐらいにその判定負けだっていうことでですね、あるいは判定勝ちっていうことで、はい、判定試合っていうことで選手が出てきますね、はい。それはやはり危険なんですよね。その安全管理面でこれはいいルールだと選手にとってはそういうことが言えるわけです。そうですね。やり出しました。拍手が沸き上がります。デュッセルドルフで行われていますドイツでの試合、挑戦者がドイツ人スベン・オットケ、チャンピオンがチャールズ・ブルーはアメリカ人です。フィラデルフィアのコンピューターテクニシャン、まあ、コンピュータープログラマーです。チャールズ・ブルーはフルタイムワーカーです。ですから二足のわらじを履いているわけです。チャンピオンのチャールズ・ブルーは
左出します、相打ち、まあ、おっと、やるか右、濱田さん、攻撃が非常にアグレッシブになってきましたね、チャンピオン。それと、おっと家の方も結構頭使ったボクシング切り替えましたね。具体的に頭をどういうふうに使ってますか。要するに、チャンピオンの左のリードジャブが当たる距離は怖いというんで、はい、どうやってパンチの効かない位置にいようかという状況ですよね。ということは距離を取って場所もかなり、距離取ると逆にパン、はい、チャンピオンのパンチ効きますからね、接近してパンチを殺そうと、ストレートの距離を殺そうというボクシング切り替えようと してるところですけどね。なるほど、あーっと詰めてきました、まあ、今でそうですよね。パンチを集め始めました。ボディに、そして顔面に一瞬飛び込んできます。まあ、回転の速いパンチ、軽いんですけれど一応ヒットはしてますね、はい、打って離れるといういわゆるヒット&ウェイ、あるいはヒット&ラン、そんな感じの攻撃になっています。スベン・オットケ、しかしその間隔がかなり空いています。やっぱり浜田さん、この左というのはかなりうるさいわけですか、チャンピオンの。また威力ありますからね。今も左は相打ちになったようです。今度は挑戦者オットケです。この挑戦者ディフェンスは硬いですね、はい。さすがアマチュアでオリンピック3大会経験しているだけあります。しかもヨーロッパチャンピオンには2度、ドイツ国内では小泉さん、ずいぶんチャンピオン続けたという話ですね。そうですね、だからやはり国内のアマチュアの第一人者でですね、まあ、3年続けてっていうのは、3度続けてオリンピックっていうのはですね、はい、すごいですね。アマチュア時代87年、アメリカ対ドイツという対抗戦がありました。その時マイケル・モーラーにも判定勝ちを収めたということです。テンプのあたり、今ゴングが鳴っています。第2ラウンド終了しています。このラウンドはオットケのラウンドですね。あ、まあ、軽いんですけど、はい、回転の速いコンビネーションでですね、はい、クリーッとしましたね、一方ブルーアの方は強いジャブを出してるんですけど、それは硬いガードでブロックされてますね。当てさせてないですから、はい。挑戦者のスベン・オットケは12戦全勝 1KO です、まあ、パーセンテージに直しますと 8% という低いノックアウト率なんですが、このガードを固めてテクニックを発揮する挑戦者であります。前回の試合が先ほども言いました8月の22日です。オランダのウィリアム・クリアン相手に判定勝ちを収めました。それがこのチャールズ・ブルーアーのアンダーカードとして行われた試合であります。スベン・オットケのコーナーにはユリ・ベグナーというアマチュア時代からの、まあ、恩師もついています。さあ試合が始まります。第3ラウンドです。濱さん、チャンピオンとしましてはこの戦績、当然ながら見て、あるいはビデオも見て研究していると思いますが、まあ、1KO というのはどう捉えますでしょうね。チャンピオンのブルワーからするとですね、もう自信満々でしょう。いわゆる怖くないという相手と捉えてもいいんでしょうかね。はい、1KO、まあ、ノーガードで打たせても効きこないというぐらいの自信満々でしょう。あ、なるほど、お願いします。まあ、コンピュータープログラマーその辺の計算はおそらく演じにしているでしょう。左出していきました。おっとけ、ガードの上からワンツーです。浴びせていきます。3つ目も叩きました。チャンピオンです。確かにこの挑戦者パンチはないんですけど、当てるのは結構うまいですね。一瞬入ってまいります。このリーチの違いがありますので、飛び込んでこなければ当然ダメなんですけれども、うまく飛び込んで、そして離れていきます。パカラミー、叩いてきました。オットケのディフェンス硬いんですけど、このディフェンスの上から打ってますよね。そうですね、パンチある選手のやり方ですね。なるほど。そしてそのディフェンスがいつか崩れるだろうと、そこを打ち込もうという考えですよね。あ、パンチのある選手がそれやると体力消耗するだけですけどね、はいはい、ブルーあたりだとガードの上からでもどんどん打っていきますね、アメリカで当時空位でしたこのタイトルをゲリー・バラード相手に獲得いたしました。そしてその後地元フィラデルフィア、さらにはニュージャージー州で防衛を重ねまして、そして前回が同じくこのドイツで防衛戦を行っていますチャールズ・ブルーアーです。ここ2試合は TKO 防衛が続いています。チャールズ・ブルーアーボディ、まあ、リーチは長いし、そしてパンチはシャープで、パンチありますね。ありますね、チャンピオンですけどね、はい、左出していきます。
しかしこれもガードしています。ホットケ残り55秒を切りました。攻めるときと離れるときしっかり分かれています。スベン・オットケ、フィラデルフィアのゲットーの生まれだということなんですが、ホワイトカラー&ボクサーです。チャンピオンのチャールズ・ブルーワー。今ちょっと持ち上げました。注意を受けました。チャンピオンのパンチ、右のストレート、いいストレート打ってますよ、チャンピオンは。それは届かないまでに下がっていくんですが、届きます。左が入りました。このバリゴロ、浜さん、チャンピオンの立ち上がりの動きいいですね。パンチ切れてますね。第3ラウンドを終えました。このラウンドちょっと難しいんですね。というのはですね、ほとんどのパンチ、オットケブロッキングしてるんですけれど、はい、たまにその間を切ってですね、まあ、先ほどの左アッパーみたいなのがちょっと当たってはいるんですね。で一方スベンオットケはですね、コンビネーションで心当たりですね、クリーヒットしてるんですけど、パンチがいかんせん軽いんですよね。だからラウンド全般見てみると、そのかなりのパンチブロッキングされながらでもですね、私はチャンピオンブルーアのポイントにしますね。そうですか、はい、ただこれはちょっとクエスチョンマークをつけたラウンドにしておきましょう、はい、割れるかもしれないラウンドですね。この試合はハイライトでお送りしています。続いて第6ラウンドです。 IBF 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、左を出していきました。藤見さん、ご覧いただけなかった4ラウンド5ラウンドというのはどういう流れなんでしょうか。展開としてはですね、やはりブリュワーがですね、その強いパンチで相手のブロックの上からでもパンチを出して、はい、それで一方ですね、オットケはたまにコンビネーション返してるんですね、はい、だからポイントとしてはですね、まあブリュワー1ラウンド、そしてオットケ1ラウンドですね。そうですか、はい、試合は第6ラウンドに入っています。スベン・オットケが時折見せます、飛び込んでからのコンビネーション、全てが入るわけではありませんが、たまにパンチが入ります。オットケ無敗の12連勝中なんですが、世界的にはやっぱり無名であります。オットケドイツ国内でありますからこそこれだけの歓声が湧き上がります。スベン・オットケです。おっと、今その右当てて左の返しですね。ボディブロー、ボディブロー、チャンピオンボディブロー、国につきいっています。オットケ右ロックは空振りです。もう一回飛び込んできました。頭が当たります。アマチュア出身の選手はですね、どうしてもそのラウンドが短いということでですね、はい、やはり顔面へパンチ当てた方がそのジャッジへの印象がいいということでですね、はい、ボディブローは比較的少ないんですよね。だからボディも打たれ慣れてない、それでまあ、プロはわずか12戦ですからね。だからブルワとしてはですね、ボディ攻めるっていうのは得策だと思いますね。なるほど。88年ソウル、92年バルセロナ、96年アタランタ、この3つの大会を経験していますスベン・オットケ。アマチュア戦績は286勝44敗、アマチュアが長く続きました。したがってプロ入りが遅れました。これが13戦目です。初めての世界挑戦スベン・オットケ、残り40秒切ります。左出します。チャンピオンボディブロー、左のアッパーまで返していきました。ペンシルバニア州ボクシングのかつての都フィラデルフィアからやってまいりましたチャンピオンチャールズ・ブルーは29歳です。速いリードブロー、そして右のストレート。チャンピオンはプロのキャリア、これが38戦目になります。ここまで非常にリーチの長さを感じさせています。浜さん、この中盤あたり両者の動きはどう見えてますか。ちょうどですね、挑戦者のオットケの方が接近するとうまいところを見せますね。突き放されるとやっぱりチャンピオンのパンチがどんどん伸びてきますけどね、はい、接近すると挑戦者の要所要所でうまさ見えますね。なるほどね。
先ほど画面に映りました綺麗な女性ですけれども、これはオットケの、ね、奥様ですね、はい、さて、ポイントはどうなりますか。第6ラウンドです。このラウンドもちょっと難しかったんですけどね、その強いパンチを出しているそのチャンピオンなんですけれど、ほとんどブロックされてますね、はい、で軽いパンチでオットケがクリーンヒット入れてきてますね。だからこのラウンドも私はあえて振り分けてですね、オットケのクリーンヒットを取りたいですね。あ、そうですか。浜田さんどちらに。私もこのラウンドはオットケのラウンド。そうですか、はい、挑戦者のスベン・オットケ、カメラが捉えています。小泉さん、この選手、まあ、先ほどからオリンピックにずっと出ていたという話したんですが、オリンピックと言いますと、はい、ドイツはマスケも出ていましたよね。そうなんですね。88年のですね、そのミドル級ですね、はい、この時にですね、マスケと同じクラスに出てたんですね、うん、でマスケは東ドイツですね、そしてこちらがですね西ドイツですね。あ、ということは同じチームじゃなかったわけですね、はい、国が当時は違ってたわけですね。そうしますと同じドイツ国内、しかも相手はヘンリー・マスケということで、スベン・オットケ、かなりライバル心というのはある持っているのではないでしょうか。ボディブローです。出る出しました、スベン・オットケ。オットケはですね、ソウルオリンピックの時にはですね、はい、ベスト8でエガート・マーガスに負けたんですね。この時はマスケが金を取ったんです。で92年はですね、キューバのアリエル・エルナンデスにベスト8のところで負けたんですね、準々決勝で、はい、で96年同じアリエル・エルナンデスに2回戦で負けたんですね。だから同じアリエル・エルナンデスに負けるっていうのがやはりありえるわけですね、はい、ありえたんですね、はい、なるほど。左を出しました。ということはメダルは獲得していないんですね。そうですね。あ、その辺がマスケとの違いになってしまうんでしょうか。一方はヘンリー・マスケ、まあ、早々とプロ入りしまして脚光を浴びましたよね。早々と言いましょうか、オットケと比べますと早くプロ入りしまして脚光を浴びました。逆にオットケが今回世界挑戦ということになります。ヘンリー・マスケと仮にアマチュア時代にやったとしたらですね、ええ、今のスタイルだとやっぱりマスケ優勢でしょうね。あ、そうですか。アマチュアスタイルは、長身でストレートを当てれば相当のポイントになりますからね、ええ、マスケやっぱり190以上ぐらいありましたから。ありましたね。そしてストレートを打つ、そして打たれにくいという形だと、はい、このオットケが結構ブロックして中に入るタイプですから、はい、ブロックしただけでもやっぱポイントになりますからね。あ、そうですか。オート飛び込んでいくところ左ナッパーです。2回打ちました。ただブロックされてますね、はい、オットケのパンチで、うん、このラウンドはそのチャンピオン構成取ってますね、はい、かなりブロックはされてるんですけれど、オットケの方はほとんどパンチ出してないですね、はい、この左がよく出ますチャンピオン。この太い腕、まあ、テオノと言われています。ハチェットというネックネームがついています。チャンピオンのチャールズ・ブルーアーのパンチです。そして、まあ、前回の放送の時にもおっしゃってましたけれども、右手にはマウスを持ってコンピュータープログラマーでもあります。二足のわらじ見事に成立させています。今のインサイドからの右ショートちょっと怖かったですよ、はい、あれ当たってると本当にダウンしてたかもしれませんね。あ、そうですか。チャンピオンのパンチです。ゴングです。このラウンドはチャンピオンですね。オットケもですね、そのチャンピオンのその強いジャブですね、はい、まあ、あれにですね、そのパンチ出せなかったですね、うん、デュッセルドルフのフェリップスバレーで行われています IBF 世界スーパーミドル級のタイトルマッチです。このチャールズ・ブルーアンのですね、トレーナーボビー・ワッツなんですよね、はい、まあ、マニアの方はご存じだと思いますけど、マービン・ハグラーはですね、もうキャリアついて2度しか負けてないんです、はい、ボビー・ワッツとウィリー・モンローなんですね。両方とも雪辱してますけど、そのハグラーに勝ったその2人のうちの1人がこれボビー・ワッツですね。そのずっとトレーナー務めてるんですね、はい、14歳の時からもう務めてますから約15年間トレーナーですね。そのボビー・ワッツがチャールズ・ブルーアーの後ろにいます。この試合はハイライトでお送りしています。挑戦者オットケの攻撃です。第10ラウンドに入りました。ちょっとチャンピオン休んでますね。あ、そうですか。小泉さん、8ラウンド9ラウンドというのはどういう流れだったんでしょうか。
まあ、8、9もですねチャンピオンがですね攻めてましたね。はい、でオットケの方はですねブロッキングしながらたまにパンチ返してますね。はい、だからやはりその8、9もですねちょっとポイント難しいラウンドだったんですね。この挑戦者の地元で行われていますタイトマッチオットットット。このあたりパンチを少しもらうシーンも見られて始めています。チャールズ・ブルーは左交代します。だからこれまで9ラウンドは構成はずっとそのブルーアの方は取ってましたよね。はい、まあ、ポイントはその別にしてですね、左をついていきます。オットケ、オットケが出てきましたね。このあたりさすがに左のリードブロースピードが若干失せてまいりましたチャールズ・ブルーアです。左のアッパー一発単発です。おー右ラッパー、いやブロックしてますね。ブロックしましたか。このボディブローから顔面、そしてまた下に戻していきます。残り1分切ります。第10ラウンド、浜田さんチャンピオンにも疲れが、はい、ちょっと見えますね。あと疲れてきますよ、あれだけ1ラウンドから振りっぱなしですからね、はい、それ疲れますよ。挑戦者オットケはどうでしょう。この選手は結構うまいですね。強さは感じないんですけどね、はい、うまいですね。10ラウンドまで来ています。まあ、あとボクシングに力みがないんでそんなに疲れるボクシングじゃないですよ。はい、まあ、またこの感じは重量級の選手はなかなか倒れないだろうとは思いますね。なるほどね、その辺ペース配分のうまみとそれから自分の戦い方そういったものを駆使しながら10ラウンドまで、まあ、勢いのダウンの度合いというのは挑戦者がないですよね。そういった意味ではまあそういうことですね。まあブルーアが最初良すぎましたからね、飛ばしてましたからね。あの打ち方で持ちこたえられるとまた疲れるところありますね、うん、確かにそうですね。まあしょうがないですよね、ドングです。第10ラウンドを終えました。いいラウンド作りましたね。このラウンドはオットケのラウンドですね、はい、チャンピオンがですねその疲れたのかそのあるいはもう今までちょっと自分の方からばっかり攻めてたんでちょっと相手を出てこさせようというんでですねちょっと手控えたのかですね。ただこのラウンドに関しては完全にそのオットケの方が攻勢に出ましてポイントを獲得したと思います。はい、浜田さんこの今お話の最中水をかけられている時に随分鼻血のようなものが出てましたね。そうですね、やっぱりジャブはブロックの上からでも強力ですからね、さあ11ラウンド目です。あと2ラウンドになりました。 IBF 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、まあ、オットケの方もいくらブロックがうまい彼が柔らかいといってもあれだけ強烈なものをブロックの上から打たれていたらやっぱり消耗するでしょう。うん、そうでしょうね、はい、左をついていきます。あと2ラウンドラストスパートがかかったようです。ブルーバーです。ボディを攻めています。エルボーブロック左右プラスウェーバック当たりません。攻め込んでいきますブルーバー。ちょっと大振りにもなっていますけれどもなかなか当たりません。ブルーバーとするとあれでしょうね、挑戦者のオットケに対して打つんだともっとはっきり打てと、ほう、もっとはっきり打ってこいという気持ちになるんでしょうね。ちょこちょこ打つんじゃない、もっと思い切り打てと、そういった態度がやっぱり先のラウンド、そして今のラウンドだと思うんですよ。右を振って左を返しました。こんな効かないパンチを打つなというような気持ちでしょうね。ちょっとそのあたりイライラしているよりも捉えることができますね。そういうことですね、今のスイングこういったパンチを見ましても追いかける姿そういったものを感じられます。11ラウンド目徹底して自分の戦い方を崩しません。スベン・オットケです。逆にガードを開いてですねオットケが正面から打ち合ったらもうたちまち倒されるでしょうね。まあ、オットケとするとそのボクシングしかないでしょうね。なるほどね、これだけの強打を防ぐにはですね、まあ、足フットワークとですね
もう両脇絞ったブロッキングですね、はい、これであの強打をここまでのところは殺してますね。一回り体が違います、この両者。おっと左フック、おっとも随分疲れましたよ。なるほど、はい、ジャブで吹っ飛ばされてますからね、また鼻血が流れ始めました、挑戦者のスベン・オットケ。残り50秒を切っています、11ラウンド目、大きく振ります。チャンピオンブルーワー、ブルーワースピードがなくなってきています。ただし構成は取ってますね、はい、このラウンドというのは前のラウンドを手を出さなかったんでですね、そのオットケの方が主導権取りましたね、だから主導権奪われてなるものかっていうんで、このラウンドは手を出してますね。あ、パンチを挟みます、下がったところ飛び込んでいきました、スベン・オットケ。フットワーク追いかけます、ブルーワー。11ラウンド目はこれでもういいんだというような感じのオットケ、ゴングを待ちました。11ラウンド目終了です。観客が拍手するほどオットケにいいラウンドなのかなっていう気がしますね、はい。まあ、昔ですね、桜井孝雄さんとライオネル・ローズが戦った時ですね、桜井さんは非常にディフェンスがうまい、でライオネル・ローズのパンチを殺してるんですけれど、そのサイドへ回って自分からはそれほどパンチ出さなかったんですよね。今のラウンドなんか私はそのちょっとその典型みたいなラウンドだと思うんですよね。最後にコンビネーションちょんちょんちょんと当てましたけれど、ラウンド全般取ると私はブルワンにつけたいと思います。これもちょっとクエスチョンマークのラウンドですね。浜田さんは11ラウンド目どう見ました？私もチャンピオンブルワーのラウンドです。お二方は一致しています。ただ監修は今のはオットケがよくやったオットケのラウンドだっていう風な反応をしましたね。そんな感じですね。12ラウンド目です。 IBF 世界スーパーミドル級のタイトルマッチです。ラストラウンド、さあ倒しにかかります。ブルワー、ルール説明にもありましたようにこのラウンドもゴングに救われません。左出します。まあ、オットケのボクシングなんですけどね、その無駄な力入れてないんですね、はい、で脇を絞って、それほど速いことはないんですけど、パンチ出した時のコンビネーションの回転は速いんですよ ね、 で肩入れたパンチじゃないですから、もちろんパンチはあまり効きませんよ、強打者ではないですけれど、はい、ただ上手いテクニシャンの戦い方してますね。残り2分です。左を返しました。あ、今いい右です。飛び込んでいきました。オットケ足を使いまして距離を取ろうとしたようなところがありました。チャールズ・ブルーはこのラストラウンドどういうポイント計算をしていますか？11ラウンドほど攻めはしません。おっと逆にいきます。オットケが攻め込んできます。観客の声援に励まされるようにして飛び込んでいきます。挑戦者のスベン・オットケ、挑戦者の地元で行われていますこのタイトルマッチ。左、チャンピオンの左です。この左のリードブローを払い落とします。オットケ、さあまだ飛び込んでいくか。コーナーに入りました。入っていきます。お客さんの最大の盛り上がりを見せています。ラストラウンド、左を出します。挑戦者が順ラウンド通じてはっきりと攻めのスタイルをしているのは今のラウンドだけじゃないですかね。ああそうでしょうね、はい、はっきりとこれだけ前へ前へ出てきています。パンチを伴いながら前へ出ます。挑戦者スベン・オットケ、どのように見ているのか。ポイントが厳しい、あるいは分からないぞというのでこのラウンドはっきりと取りに行っているんでしょうか。チャンピオンは疲れてますね。あそうですか。それとですね、はい、ポイント勝ってるっていう心理的余裕があるのかも分かりませんね、うん、逆に、そのオットケはですね、もう試合が競ってるんでラストラウンドを取れば勝てるっていう風な感じでですね、かなり積極的にこのラウンド出てますね。足を使います。大きく振るところ左を合わせました。スベン・オットケ
試合終了です。結局両選手倒れることはありませんでしたが、もうおっとけサイドはもう勝った騒ぎです。今のラウンドはおっとけですね、はい、普通身内というのはですね、判定出るまでハラハラで何とも言えないところなんですけど、そうですよね、今もう勝ちを確信したような、ね、まあ、うね、感じですね。確かに浜田さん、このラストラウンドは明らかにオットケが攻めてましたから ね、うん、ポイントはもう明らかなものがあると思いますけれども、それと会場のムードというのもあると思いますよ、うん、ありますね。117-111でブルワーが1人いますね、はい、もう1人はオットケですね。 あと2人がですね、115-113、116-112ですね。オットケ2-1ですね。新チャンピオン誕生です。ブルワー敗れました。IBF 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、ドイツデュッセルドルフで行われたこの一戦はチャンピオンの交代劇がありました。新しいチャンピオンはドイツのスベン・オットケです。それでは試合結果を確認してみましょう。判定は2-1と割れました。ブルーワーのパンチを硬いブロックでしのいだオットケが終盤ポイントを稼いで王座獲得。31歳、まさに忍耐力の勝利でタイトルをドイツにもたらしました。